ちょっといいかな。悪いけど、これから用事があるんで。ごめんなさい、またね。ごめん、急いでるから。そうですか。中村。葉月くん。何してたんだ。ブラブラしてるの、息抜きに。受験勉強の。そうか。私の目標ね、ほぼさんになることなの。だから頑張らないとね。小さい子好きだから。ああ、頑張れよ。またな、中村。うん、またね。今港に行っても仕方がないな。原崎。葉月くん、あんまり無理しないで。わかった。稲さん。涼さん、なるべく早く帰ってきてください。なるべくそうするよ。それじゃあ稲さん。はい。涼さん、先生の形見ですが。刀の鐔のことか。ええ、鐔に彫られた家紋ですが、道場にもありますよね。何？確か道場にある木の箱に。中に何が入ってるんだ。あれ、涼さんも知らないんですか。ああ、悪かった。よほど大事なものが入っているんでしょうね。そうだな。
やっぱり開かないな。鍵を探すか。涼さん、先生の形見ですが。刀の鐔のことか。ええ、鐔に彫られた家紋ですが、道場にもありますよね。何？確か道場にある木の箱に。中に何が入ってるんだ？あれ、涼さんも知らないんですか？ああ、悪かった。よほど大事なものが入っているんでしょうね。そうだな。何の穴だろう。なぜこんなところに穴が。